エドアル・モイズ、エドワード・モイス、出生した時の名は、エドワード・エイブラハム、1827年11月27日から1908年6月1日は、フランスの画家である、ユダヤ人の生活などを題材に描いた画家である、ナンシーに生まれた。父親は、商人のモイーズ・アブラームでモイーズは、父親のファーストネームを生徒した。パリに出て、 フランス国立高等美術学校で、ミシェル・マルタンド・ドロランに学び、18歳になった1882年に、サロン・ド・パリに出展し、銀賞を受賞した。1880年代から、ユダヤ人に関する題材の絵画を描き始めた。ユダヤ教でも、偶像崇拝が禁じられていた中で、フランスでは、モイーズと同い年のエドアール・ブランドンや15歳ほど、若いアルフォンス・レビラが、 ユダヤの美術の先駆けとなった。ドイツでは、オッペンハイムが最初のユダヤ人画家とされ、ポーランドにはマウリツゴットリープラがいた。生涯を通じて、フランスにおけるユダヤ人の歴史の重要なエピソードやユダヤ人の生活を題材とした。1870年にユダヤ人事前家ヘルツ・サーフ・ビール・オブ・メディールスハイムはモイズをラビの画家と表した。描いた題材には、 ナポレオンがユダヤの戒立とナポレオン憲法等を問うために1807年に召集した第三ヘドリンを描いたものなどがある。ありがとうございます。